2.0のコンポーネント図で2つのコンポーネントを表現した例。チェコートコンポーネントはカードプロセッシングコンポーネントを使用している。ソフトウェアコンポーネントはソフトウェアシステムの様々な機能を関心の分離によって分割したものである。システムを独立した結合の弱い再利用可能なコンポーネント群で構成する設計技法はコンポーネント。 ベースドソフトウェアエンジニアリングと呼ばれソフトウェア工学の一分野となっている。コンポーネントの考え方はサービス思向の起点となっている。例えばウェブサービスやサービス思向アーキテクチャではソフトウェアコンポーネントの考え方を発展させサービスをコンポーネント化するという考え方をする。個々のソフトウェアコンポーネントはソフトウェアパッケージだったりウェブサービスだったり ウェブリソースだったり、相互に関連する機能の集合をカプセル化したモジュールだったりする。すべてのシステムプロセスを別々のコンポーネントとして配置すると、各コンポーネント内のデータや関数はすべて相互に意味的に関連することになる。この原則のため、コンポーネントはしばしばモジュラーであり、統一的であると言われる。システム全体として強調動作するため、コンポーネント群は、 インターフェース経由で相互にやり取りする。あるコンポーネントがシステムの他の部分にサービスを提供するとき、他のコンポーネントが利用可能なインターフェースを公開し、どうやって使えばよいかを示す。このインターフェースをコンポーネントの署名と見ることができ、それを使う側はコンポーネントの内部を知る必要はない。この原則によりコンポーネントはカプセル化される。 本記事にも掲載されている ND のコンポーネント図ではロリポップ記号でこのインターフェースを表現している。一方コンポーネントは機能するのに他のコンポーネントを必要とすることがあり、サービスの提供に必要となる使用インターフェースも決まっている。ND のコンポーネント図ではそれをソケット記号で表し、他のコンポーネントが公開しているインターフェースと接続する形で表現している。 ル2.0のコンポーネント図でソフトウェアコンポーネント群を表現した例。ホテルの休日予約システムを表現している。コンポーネントの持つもう一つの重要な特性は置換可能だという点で公開しているインターフェースが同一のコンポーネントを設計時または実行時に相互に置換可能である。インターフェースさえ同一であればシステムの動作を損なうことなく、 コンポーネント単位でバージョンアップしたり実装を置換したりできる。一般にコンポーネント B がコンポーネント A を即座に置換できる場合、コンポーネント B はコンポーネント A が提供するものをすべて提供していなければならず、さらにコンポーネント A が使っていた他の要素以外のものを必要としないようになっていなければならない。ソフトウェアコンポーネントはオブジェクトまたは 複数のオブジェクトの集まりであることが多いが、インターフェース記述言語に従ったバイナリやテキスト形式の場合もある。後者の場合、コンポーネントはコンピュータ内に他のコンポーネントとは独立した形で存在するだろう。実行コンテキストやネットワークリンクを通してコンポーネントがアクセスされたり共有されたりする場合、コンポーネント自身やそのインターフェースを ビットストリームに変換するための何らかのシリアライズが行われる。高品質のソフトウェアコンポーネントでは再利用性が重要な特徴である。プログラマーはソフトウェアコンポーネントを設計、実装する際に様々なプログラムから利用できるよう心がける必要がある。ソフトウェアコンポーネントを再利用可能なものにするには多大な努力と注意物価差を要する。 再利用性を備えたコンポーネントは次のような要件を持たなければならない。1960年代、科学技術系の様々な計算に使用可能なサブルーチンライブラリーが構築された。そうしたサブルーチンライブラリーはよく使われる主なアルゴリズムを効率的に実装していたが、用途は科学技術計算に限られていた。商用システムでは、アセンブリ言語、コボル、 PLI や他の第2世代や第3世代の言語で書かれた再利用可能なモジュールをシステムやアプリケーションライブラリーとして使用するようになっていったソフトウェアをコンポーネント化するという考え方は1968年ドイツのガルミッシュパルテンキルヒエンで行われた NATO のソフトウェア工学会議でダグラス・マケルロイがマスプロデュースドソフトウェアコンポーネンツと題して 発表したのが最初である。この会議はソフトウェア機器と呼ばれた事態への対策を話し合うための会議であった。彼はその考えをユニックスオペレーティングシステムのパイプとフィルターという形で世界で初めて実装した。最近のソフトウェアコンポーネントの概念の多くを定義したのはステップストーン社のブラッドコックスであった。彼はそれをソフトウェア IC と呼び、 オブジェクティブ C を開発してその考え方を市場に広めようとした。このあたりの経緯は彼の著書オブジェクト、オリエンティットプログラミング、アンエボリューショナリーアプローチに詳しく記してある。コックスの試みはシリコンの IC とソフトウェア IC の明らかで基本的な違いのため失敗に終わった。シリコンの IC は物質であるから需要と供給の関係で売買は成立する。 ソフトウェア IC はビットの集まりであり、電子部品と同じような売買は成立しなかったのである。IBM は1990年代初期にシステムオブジェクトモデルと名付けたソフトウェアコンポーネントのアーキテクチャを提唱した。今日ではいくつかのソフトウェアコンポーネントモデルが成功しているが、それを可能にしたのはマイクロソフトのオーレやコムが登場したためであると主張する人もいる。 2010年現在、再利用可能なコンポーネントは、データ構造とそのデータ構造に適用されるアルゴリズムをカプセル化したものとなっている。ソフトウェアオブジェクト、ソフトウェアアーキテクチャ、ソフトウェアフレームワーク、デザインパターンなどに基づいて構築されており、オブジェクト思考プログラミング及び設計の理論を活用している。ソフトウェアコンポーネントとは、ハードウェアの電子部品からの発想であり、 モジュールの互換性と信頼性を重視していることを意味する。また、フレームワークなしにコンポーネントは存在しないという意味で、個々のコンポーネントよりフレームワークの方が重要だとも言われている。UI は機能ごとの小さな UI に分割できる。この UI コンポーネントは状態、ステート、処理、ロジック、見た目、ビューを一箇所に集約しカプセル化している。 カプセル化のおかげで外部に依存せずそれ単体で機能できる。これらの再利用可能な UI コンポーネントを集めそれらの相互作用を定義することで UI 全体を構成することができる。オブジェクト思考プログラミングの考え方ではソフトウェアはオブジェクトのモデルに従って書かれる。ウープやオブジェクト思考分析設計は実世界の相互作用のモデル化に注目し、そこから エンドユーザーやプログラマが直感的に利用可能なある種の動詞と名詞を抽出する。一方、ソフトウェアコンポーネントでは必ずしもそのような前提はなく、事前に制作されたコンポーネント群を組み合わせて電気製品や機械製品を作るようにソフトウェアを作れることを強調する。実際、有用なコンポーネントの定義はオブジェクトほど直感的ではない。 コンポーネントは、オブジェクトのように擬人化されることはなく、エンドユーザーによるプログラミングにも、悲観的な立場と言える。ソフトウェアコンポーネントに基づいた、新たなプログラミングパラダイム、コンポーネント思考プログラミングを提唱する人もいる。この両者の区別は、初期の計算機科学者らにその起源があるとする人もいる。すなわち、ドナルド・クヌースは、文芸的プログラミングとして、直感と、 形式モデルの融合を提唱した。一方、エドガー・ダイクストラは、論文ザ・クルエルティ・オブリアリー・ティーチング・コンピューター、サイエンスでプログラミングは、数学の一分野でしかないと主張した。両者の考え方は、学会での論争を呼び、二つの手法の利点と欠点が議論され、両者の融合を可能にする戦略が話し合われた。彼らの立場が、本当に対立するものだったかについては、 異論もある。複数のソフトウェアコンポーネントを実行するコンピューターをアプリケーションサーバーと呼ぶ。このようなアプリケーションサーバーとソフトウェアコンポーネントの組み合わせは典型的な分散コンピューティングの一種であり、金融アプリケーションやビジネスソフトウェアで使われている。コンポーネントモデルはコンポーネントの実装、ドキュメンテーション、配備についての標準を定義したものである。 例えば、イジビーモデル、コムモデル、チャーバーコンポーネントモデルなどがある。コンポーネントモデルは、インターフェースの定義の仕方やインターフェース定義に含まれるべき要素などを指定している。ありがとうございます。